こんにちはヒューガユイチですそれでは今回も、えー、デボーションをシェアということでヨハネの福音書10章を読んでいきたいと思います。誠に誠にあなた方に言います羊。羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは 羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。 しかし、他の人には決してついていかず、逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのか、わからなかった。そこで、再びイエスは言われた。誠、ま、に、誠、ま、に、あなた方に言います。 私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆、盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして、牧草を見つけます。盗人が来るのは、盗んだり、 殺したり滅ぼしたたたりりり滅ぼするために他なりません私が来たのは羊たちが命を得るためそれも豊かに得るためです私は良い牧者です良い牧者は羊たちのために命を捨てます牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので オオカミが来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それでオオカミは羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。 ちょうど、父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また、私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまた、この囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも、私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。 そして、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私には、それを捨てる権威があり、 再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊につかれておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。 他の者たちは言ったこれは悪霊に疲れた人の言葉ではない見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのかそのころエルサレムで宮清めの祭りがあった時は冬であったイエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですかあなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証し,しているのに。 あなた方は信じませんあなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、 ことがなくまた誰も彼らを私の手から奪い去りはしません私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、 再び石を取り上げたイエスは彼らに答えられた私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しましたそのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですかユダヤ人たちはイエスに答えたあなたを石打ちにするのは良い技のためではなく冒涜のためだ あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。イエスは彼らに答えられた。あなた方の立法に私は言ったお前たちは神々だと書かれていないでしょうか。神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら聖書が廃棄されることはありえないのだから。 私は神の子であると私が言ったからといってどうしてあなた方が父が聖なるものとし世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですかもし私が私の父の見業を行っていないのなら私を信じてはなりませんしかし行っているのなら たとえ私が信じられなくても、私の技を信じなさい。それは、父が私におられ、私も父にいることを、あなた方が知り、また深く理解するようになるためです。そこで彼らは再びイエスを捉えようとしたが、イエスは彼らの手から逃れられた。そして、 イエスは再びヨ,ルダンの川向こうヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行きそこに滞在された多くの人々がイエスのところに来た彼らはヨハネは何も印を行わなかったがこの方についてヨハネが話したことは全て真実であったと言ったそしてその地で多くの人々がイエスを信じた はい、ということでヨハネの十章は、えー、ヨハネの九章からの続きですねこの生まれながらの盲人の目を、えっと、開けたイエス様そして、えーまあ、その、えっと、パリサイ人たちとの、まあ、やり取りの続きとして誠に誠にあなた方に言いますということで。えー 続,け続いて1節から続いていくわけですねで、えっと「良い牧者です」と「私は良い牧者です良い牧者は羊たちのために命を捨てます」と11節ですねこのとても有名な文文、えー、そして22節からは、えー、また別の、えー、状況というかエルサレムで宮清めの、えー、祭りがあったということで、えー、宮の中で ユダヤ人たちがイエス様を取り囲んだ時の、まあ、イエス様とユダヤ人たちの他のやり取りですね、えー。そして40節からはヨルダンの川向こうヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行きそこに滞在されたでそこで多くの人たちがイエス様を信じたという記事になっています。